どうもピチピッチーのテクタンと申します。流行り神2実況プレイパート101始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、多分ねこの言い方ロジック始まると思いますのでやっておきましょう。本当に大変な事件だった。あれなんかすぐてんてれんてんてんかと思ったけど違うかったね。本当に大変な事件だった。インさんで、おぞましく、そしてどこまでも悲しい。まあ、ですよね。ですよね。さて、結構あるんじゃないかな、入れなあかんとこ。どうなんやろ。ちょっと待って、ズームイン。ズームアウト。よし。ニレーダ、スミコ、そんな名前やっけ？支配に商売の女。何かの商売をしている。壺でも売ってるんかもしれへんね。大鳥元春副支配人。ストライキ中でもないし、別館に住み込んでもないし、ホテルの中堅でもない。マスコミ対策に敏感だ。うん、これ入れてみるか。これは事実であるもんね。副支配人でもあるけど。福井かなみと、ひとみさんが知り合いやったわけでしょ。病院を紹介した主治医だ。裏の仕事を教えたひとみを、かくまってたね。鴨根大学附属病院でつながりがあった。よし、こっちにしておこう。うん。で、ひとみさんは、常世島に来ていたストライキ、電話が大好き。この事件の犯人はひとみさんな。新宿の仕事で忙しい。いや、これはね、常世島に来ていた。この写真何？ 3 人はリゾートホテルで、兄貴と、あれか、安住と、ひとみさんのその3人が、大学の友達でしょ。フィールドワーク仲間だった。都市伝説サークル仲間だった。ホテルの常連。フィールドワーク仲間っていう言い方でいいんか分かれへんけど。で、安住すぐると、ひとみさんは恋人であったと。で、安住すぐる、あ、は特にないね。で、ひとみと優香は誘拐したわけやね。死んだと考えた。生贄に捧げた。臓器移植を施す。臓器を奪った。治療した。え、何したんやろ？臓器奪ったりなんかしてないと思うから治療なんかな？で、安住すぐるは、幽霊、臓器を求めている犯人、そして一度死んでいるゾンビだ、フード病にかかっている。臓器を求めているのって、七原先生かな？一度死んでいる？ゾンビだにするか。今回の話はゾンビだな気がする。で、青山先生は、マスクを与えてない幽霊だと思って臓器移植した。雇った。看護師として雇ったわけじゃないんじゃない？人影を与えた。人目を、避けた。蘇生方法を教えた。手記残してた。これは確かや。で、青山先生は、七原先生のことを犯人と疑ってたでいいよね。実際さ、青山先生がさ、犯人やったわけじゃないから。うん。で、柿崎幸之助と、谷圭一郎は信頼してたわけでしょ。常連客。谷さんがいるから常連客になった。かなぁ。で、谷さんはなんか、犯人やったっぽいね。実行犯って感じやね。で、ここ、なんで二つもあるんやろ。もう一個繋がってるからか、これ。あ、この人全部犯人じゃない、被害者よね。あ、落ち合いも、あれなんか、七原先生と、あれ、谷さんがやったんか。常世島出身、ストライキ、リゾートホテル、土着宗教、恋人。いや、恋人じゃな、恋人やったん、結局。常世島出身じゃないもんね、七原先生は。ストライキを画策している。リゾートホテルを盛り上げたい。復興させたい。ビーチャー二人のものだ。恋人やった説あるよね。出ないとなんかおかしい感じするよね。臓器移植を目的とした、人影に操られたわけじゃないと思うけど、臓器移植を目的として、臓器を奪ってるね。この人たちから。まあ、落合からは奪えてないけど、落合と何が繋がってる？七原のぞみ。
スクープかな多分。落合は七原先生のスクープを狙っている。あ、医療ミスの真相追っていたね、追っていた。オッケーオッケー。で、安住と七原のぞみ、ここは兄弟と中堅、そんなワードってあったっけ。妹、安住さんは七原先生のお兄さんだ。オッケーオッケー。で、大野原剛と、ここが中堅か。野良犬噛みついた、ここか、言いなりだ。あ、道明寺出てきたっけ今回。あ、道明寺があれや、こういう風に言うてたんや。刑事部機動捜査隊単位で大野原あれさんに、大野原さんに言うてたんや。道明寺本当は偉い人物だ。僕らに便宜を図った、解決すると踏んでるのではないか、阻害だろうか、医師だった。いや、ほんまは偉い人かってちょっと怪しいところはあるけど、便宜の可能性もあるけど、これでいくか。これでどう、全部入った。ありません、入ってません。どこや、クーラン。ここか、ここら、ここは被害者よね。リゾートホテルの関係者、土着宗教の関係者、常連客、シングルルーム、ビーチ、ダブルルーム、臓器ブローカー、スイートルーム、一人客である。うん。ダブルルームかスイートルームは人によって違うかったもんね。これで決定でいいでしょう。とりあえず行ってみよう。まあ、火やったら火で、まあ、それでよしということで。今回の事件の中心人物、七原のぞみと谷圭一郎、二人は恋人同士だった。そんな話はなかったよね。共通の目的、しかも尋常ならざる目的を持つ二人が男女の関係になったとしてもおかしくないことではある。あ、やばい、これ火かも。ただこれまで得た情報にそのような事実はなかったはずだ。それよりももっと明確な共通点が二人の間にはあったのではないだろうか。もうホテルで働いてるぐらいしか分かれへんねんけど。七原のぞみと谷圭一郎、この二人は臓器移植を目的としていた。あ、違うんですか。果たして彼らの目的はそんな生優しいものだっただろうか。あ、もう二つダメですね。そうだ、二人は共謀して6名もの人間から臓器を抜き取り、落合さんから心臓を奪おうとしていたのだ。ならば二人をこの狂気に満ちた行為へと突き動かしたものは何だったのか。それなんなんやろうね。ま、七原さんわかるけどさ、谷さんはなんなんて感じよね。そうだ、このおぞましい事件の実行犯は谷圭一郎だ。なんでそんなことできるんかってまだ分かってへんよね。あの穏やかでにこやかなホテルマンがこの事件を引き起こしていたとは誰が想像できただろうか。現場に残された人影の紋章を見ても谷さんに疑いの目が向けられなかった。え、全然だって人影の紋章って谷さんとなんか関係ある。それはすでに廃れた常世神社の家紋などを誰も知らなかったという以外にも、家紋、なんか神社関係者な、彼の普段の人柄があったからだろう。もうちょっとなんかさ、谷さんのことを知れるルートってあったんかもしれんね。選択肢でにこやかな隣人が突然殺人鬼として牙を剥く、現代社会ではもはや当たり前の現象だが、それでもやはりまさかあの谷がと思い、誰もが可能性を否定していたに違いない。あ、今回検証5もあるんやね。そうだ、七原のぞみと安住すぐるは兄弟。10年前、兄の安住さんは、よみがえりの伝説を知り、病気の妹を伴い、常世島へ来た。すべてはそこから始まったのだ。病気を治してくれた兄に、今度は自分が恩返しをしようと、彼女は再びよみがえりの儀式を行おうとした。それはとても愚かな行為だが、愛するものを持つ人間なら誰も笑うことはできない。思いが強すぎるあまり、手段を間違ってしまっただけ。しかしそれは決して許されることではない。そうです、事件の裏に隠された真実はいつも残酷で悲しいものだ。うん、やばい。あ、そこはまるでいいんや。まるでいいんか。とりあえず恋人のとこバツついたね。あ、妹三角な、妹でしょ。あ、支配人も三角な、そこが三角かってちゃんと覚えとかなあかんよね。これ常連客も三角な、めっちゃ三角多いやん。難しいよね。あ、ゾンビじゃないんか。あ、そこも三角？ここは丸でしょう。フィールドワークも丸、よかった。え、あ、それ×なんか。あ、じゃあ便宜を図ったの方か。まあ、そうよね。まあ、いいでしょう。バッドエンドだと思うので、それも見ていきます。回収大事やからね。台風が収まっても、僕の心の嵐は一向に収まる気配がない。まあ、間違えましたからね、推理。これだけの事件だ。心穏やかでいられる方がどうかしている。
すでに事件は終わっているんだ。今更焦ることもないだろう。あ、帰んの？まだか。それから数時間。のんびりと頭を冷やしていた僕に届いたのは、まさかさ、このバッドエンドでさ、まあ、基本誰か死ぬじゃないですか。誰か死ぬけど、言うか？まあ、おそらく静止の方は言うか死なないと思うんで、まあ、そこはちょっと安心していいとこかなって思うけど、まさか優香氏の死んでしまうルートがあるとは優香さんが死んだという知らせだった。僕にはその言葉の意味が全く理解できなかった。兄さんが、ひとみさんが、小暮さんが、あの、鴨泉警部補までが、神妙な面持ちで優香さんの死を悼んでいる。一体この人たちは何を言ってるんだ？うわぁ、柿の種くんが壊れちゃう。優香さんが死ぬはずないじゃないか。僕はふらふらと歩きながら、ゆうかさんが待つ場所へと向かった。医務室のベッドで寝かせられたゆうかさんの寝顔は、どこまでも安らかで、綺麗だ。なんで死んじゃったの？ほら、ちゃんと生きているじゃないか。もしかすると心臓が止まっているのかもしれないが、そんなものは関係ない。死んだって生き返らせればいいんだから。何、僕ももしかして七原先生と同じ道をたどるエンドってこと？なに、難しいことじゃない。簡単なことさ。幸い、今この島には大勢の人間がいる。優香さんを生き返らせるには十分な量の内臓がある。優香さんを生き返らせるためなら、きっとみんな喜んで協力してくれるだろう。医務室を出た僕の右手には、しっかりとメスが握られていた。もうヤンデレカみたいになってるやん。優香さん、待っててね。うわぁ闇落ちルート。いや、分かってたよ。分かってたよ、ゲームオーバーなのは。ただゲームオーバールート結構短かったね、話。マジか。そういうルートになるか。まあ、回収できたんで、よしとしましょう。柿の種くん、結構メンタル弱いんやね、新しい音楽資料。あ、66% 回収してますね。3分の2。まあ、セーブしてたんで、ロジック前で。なんで、まあ、さーっとね、行きましょう。さて、じゃあ、パパパッと行きますよ、とりあえず。間違ってたとこ中心にちょっと一回見ていこうか。ここ、恋人ではなかったでしょ？ビーチは違うでしょ、絶対。医療事故を起こしたわけでもない。常世島出身じゃない。ストライキを画策、リゾートホテル、土着宗教を復興させたいなんかな。あ、そっかそっかそっか。そういうことか。あの、谷さんが多分今の言い方やったらさ、ここはじゃあ同期職でいいんやけど、あの、神社の関係者っぽかったから、多分、それで土着宗教を、ね、あれ、したいってことやったんよね。で、ここが常連客じゃなかったでしょ。柿崎氏は谷さんから土着宗教、あ、なるほどね。あ、だから慕ってたんや。神社の人やから詳しいみたいな、そういう感じで。あと、どこが間違えてたかな？ここの兄弟ってなんか三角やったよね。手術跡。臓器移植を施したいでしょ？あと、ここも違うかったよね。鴨根大学附属病院っていうのは。主治医ではないか。人目を避けたやつ、かくまっていた。こっちが正しいんかな？あと三角って何があったかな。あとここが完全にバツやったよね。これ多分、便宜を図った方かな。じゃあ、あとはちょっとわかんない。丸ついてたような気がするから、一旦とりあえずどんどん。ここ違うかったわ、確か。え、商売の女じゃないでしょ。支配人？え、でも支配人にしとくか。え、商売女なん、実は。まあ、じゃあ入れていきまーす、どんどん。さあ、ここを最初変えました、土着宗教。今回の事件の中心人物、七原のぞみと谷圭一郎。二人は常世島に伝わる土着宗教を復興させたいがために、今回の事件を引き起こした。谷圭一郎、彼は常世島神社の跡取りであり、そんな話でもあった？今わかる？ここで。土着宗教の復興を望んでいた。七原のぞみは土着宗教の復興そのものが目的ではなかったものの、目的を果たす通過点として復興を望んだはずだ。目的は互えど、二人が土着宗教で繋がっていたのは間違いない事実だ。で、ここはもう読みましたと、オートスキップして、ここ変えましたね、臓器移植。
七原先生は安住さんに臓器移植を施したい。それで安住さんが元に戻るなら彼女は臓器移植をしていただろう。しかし彼女は知っていた。臓器移植などでは彼が治らないことを。だから谷圭一郎と共謀して今回の事件を起こすに至ったのだ。それは兄たる安住傑を思う一念でのことだが、決して許される行為ではない。それは本心では彼女もよくわかっているはずだ。思いが強すぎるあまり手段を間違ってしまっただけ。事件の裏に隠された真実はいつも残酷で悲しいものだ。あれ？土着宗教罰な？あ、そう。ちょっと待ってよ、土着宗教罰やったでしょ、支配人。これよ、分からへんないけどな。この辺もあるでしょ、お一人。フード病、うん、丸ついたね。人目を避けたけど、左も、うん、それも丸ついたね。土着宗教じゃないや、なんかセリフ的にはなんか合ってそうな感じ。あ、便宜じゃないや。はい、ダメでした。あと可能性があるとしたら、常用島は違う、出身違うのは確実やし、ストライキの話なんか出てへんし、医療事故はだって起こしてるでしょ、七原先生。谷圭一郎がちょっと分かれへんねんけど、たださ、谷さんどうやらメス握れるみたいやからさ、研修医って谷さんやったりする？もしかしてそんな話がもしかしてあったりとかしたんかな。ちょっと行ってみるか。あれ、空白あったっけ、これをラストにと思ったのに。あれかな、ここや。多分商売の女ってどう思う？入れた支配人違うと思うんやけどこれ絶対さ、回収できてないワードっていうか、そこも埋まってなかったわ。よし、これでちょっと、あれ全然埋まってないやん何が埋まってない？なんか多いからわからんなってくるわ。多分そういうことなんやと思うけどさ、そのここか。あれ入れてなかったっけ？よし。多分、研修医が、ってことなんやろ。じゃあ、谷さんが事故起こしたってこと？今回の事件の中心人物、七原のぞみと谷圭一郎。この二人は落合さんが追っていた医療事故で繋がっていた。そう推理が成立する。いやー、どっかでもっと話あったんかな、ちゃんと。鴨泉警部補のプロファイリングによれば、それは全て手術を失敗した新人研修医の責任によるものだった。だがそのことを追及されるのを恐れた研修医は、我が身可愛さに全ての責任を七原さんに押し付け、その場を偽証で乗り切った。医者としては許し難い行為だし、そのせいで七原さんの心にトラウマができていたのかと思うと、何ともやるせない気持ちになってしまう。そしてその研修医こそが谷圭一郎だったのだ。しかし七原のぞみはその医療事故すらも計画に盛り込んでいた。え、どういうこと？え、どういうこと？医療事故すら計画に盛り込む？何を言うてるん？丸なんや。あ、じゃあほんまに谷圭一郎が、なんかちょいちょいさ、なんかそんな話あったみたいなのが出てくるよね。ただここだけ分かれへんねんけどさ、回収してへん言葉、なんかワードありそうよね。絶対違うと思うやん、その商売女っていうのは。まあということでやね。さすがに今回はよし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 、とりあえずこれでじゃあ新エンディングの方いきそうですね。ちょっとだけまだ時間あるんで読んでいきますか。頭の整理を済ませた僕は事件の結末を見届けるため七原さんの元へ向かうことにした。これホテルの外よね。すっかり冷静さを取り戻した七原さんは自分のしたことを全て自白し、緊急逮捕されることとなった。だがその顔にはもう憂いは残されていない。長く重かった過去からようやく解き放たれて、偽りではない温かな微笑みで満たされている。まあ、縛られてたっちゃ縛られてたもんね、ある意味。最後までお騒がせして申し訳ありませんでした。でももう道を踏み外すことはありません。
きちんと罪を償ってきます。そういった彼女が見せた微笑みは、今まで見たどの笑顔よりも温かく、そして安らいだ表情だった。あ、誰？あれ、福井さんかな？七原先生！違うかった。福井さんのつもりで呼んじゃった。背後に控えた警察のヘリコプターといかつい面々にいささか萎縮しながら、大野原さんがやってきた。ああ、よかった。間に合いました。どうしたんですか？大野原さん。青山先生から伝言を預かりまして。はい、わざわざ先ほど駐在に電話があったのです。そっか、青山先生を救ったのは、七原先生やもんね。そこは間違いないもんね。青山先生から。少しだけ悲しそうな顔をする七原さんに、大野原さんは咳払いをするとお腹を突き出す。どうやら青山先生の真似をしているようだ。そんな感じなん。ああ、おほん。いいか、七原。お勤めが終わって就職にあぶれたら、またこの島に来るといい。そうすりゃわしは悠々自適の隠居生活に入れる。後継ぎね。お前のような腕のいい医者なら、青山院を譲ってやってもいいぞ。とのことでした。でも犯罪を犯した。人ってもう医者になれそうな、にない気すんやけど、どうなんやろ、青山先生。泣いているのか笑っているのか、それとも両方なのかもしれない。なんかブギーポップみたいな。もうこれで、七原さんは大丈夫だ。罪を償い終えた後は、また、医者として多くの人を救っていくことだろう。医者として復帰できるんかねっていう心配はあるよね。ということで、まだまだ多分、エンディング結末あるんかな。でも、犯人自体はもう逮捕されてしまった形になるから、どうなんやろうね。ただ、時間がいい感じだと思いますので、今回はこの辺りで終了しまして、次回、最後の最後、結末見届けたいと思います。ということで、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。